三菱電機 FA 機器製品をより簡単にご使用いただくための便利機能動画紹介。照合機能の便利なところを短時間でご紹介。ユースケース編。シーケンサーの運用でこういったお悩みはありませんか？ラン中書き込みでプログラムの変更をしながら装置を立ち上げることができたけど、時間がないから事務所に戻ってから変更箇所をまとめよう。改めて元のプログラムと比較しながら変更点をまとめたけど、なんだか見落としている箇所がありそうで不安だな。またプロジェクトの作成中もこういったお悩みはありませんか？すでに使用しているプロジェクトをもとにプログラムやパラメータを編集して新しいプロジェクトを作成してるけど、編集しているうちに変更箇所をすべて把握できなくなってきたな。そういえば昨日変更した箇所はどこだろう？そのお悩み、照合機能で解決できます。 GXWorks3 はシーケンサとバックアップしているプロジェクトの照合やプロジェクト同士の照合が可能で、その差分を分かりやすく表示することができます。シーケンサと照合する方法を説明します。工場で稼働しているシーケンサとパソコンを接続し、バックアップしているプロジェクトを開きます。メニューのオンライン・シーケンサとの照合から対象の項目をチェックし、照合を実行することで差分を確認することが可能です。続いてパソコン内に保存しているプロジェクト同士を照合する方法を説明します。編集中のプロジェクトでメニューのプロジェクト・プロジェクト照合から照合先のプロジェクトを選択することで、同じように差分を確認することが可能です。なお先ほど説明した稼働中のシーケンサと直接照合する作業が不安な場合は、稼働中のプロジェクトを一度パソコンへ読み出してからプロジェクト同士の照合を実施することも可能です。またプロジェクト変更履歴を使用している場合、過去の履歴と編集中のプロジェクトの照合を実行することも可能です。照合機能による差分表示やその後の操作については、プログラムの差分確認編とパラメータの差分確認編で詳しく説明いたします。ぜひそちらをご覧ください。